はい、えー、岸田総理。一体ですね、岸田総理の所得倍増計画はどこ行ったんでしょうか所得倍増ってのは、あれですかね ?1 倍ってことですかねうん、なかなか面白いことを言い始めますね。この岸田総理も真面目な顔をしてね。ザ・日本人みたいな顔をして、どっちつかずの態度と、それからね、結局はひどいことを言ってのけるのがこの岸田総理かな。いや、上に言われて仕方がないんですよ、っていうのは、総理大臣が言える言葉ではないのかなと思うんですけども、一体どういうことなんでしょうか まあ、あ今ご覧いただいてるのは、あの、出産一時金をもう爆発的に増額しますと言ってね、42、3万円から50万前後にしたよってことなんですけども、いやー、確かにね、増額してくださったのはありがたいんですけども、少子高齢化で出産しようかって人の割合が少ないときにね、この50万は動機にならないんですよ。で、誰かが言ってるように、出産一時金1000万ってどうですかね。ね、出産すると一発目に300万。 1> 1年後に200万、さらに1年後に200万みたいな感じで段階的に与えることによってね、えー、大切に子供を育てていこうかなとあ1,000万もやるんだったら安心だなっていうふうな起爆剤になると思うんですよ。そうするとですねこれからもしかしたら若い方もちょっとね子供を今まで諦めてたけどもやってみようかなとかね40代ぐらいに差し掛かった方もお金の問題で出産は考えられなかったけどもそれこそね不妊治療が。 保険適用になったりとか出産一時金で1,000万出るんだったらこれは僕らでもできるよねって感じで挑戦する人は増えてくると思うんですけどもどうでしょうかね人が増えることによって得られるメリットってのは非常に大きいと思うんですよ。昔みたたいにに人が増えたら食料になるとかね 土地を奪いいいい合うみたなな時代ではないと思いますんでね、えー、この辺ちょっと考えていただきたいかなと思います、えー、それからね防衛費の増額のために税金上げるってのは別にねまるまる反対ではないんですけどもその前にやることあるでしょうってことなんですよそう経済成長ですよだって防衛費が10兆円とか20兆円余計にいるとなったらね経済成長をさして最もなあ税収が見込めるわけなんですよじゃあ、えー、GDP がね500兆から600兆になりました 一線長になりましたもう税率上げなくても税収入増えるわけじゃないですかそもそも税金というのは財源ではないっていのを岸田総理よく分かってらっしゃるでしょうねえ人が悪い外為特会どうしたんですか玉木雄一郎さんがせっかく言ってくれたのに高橋陽一チャンネルですでも見てくださいねはいその他 <laughs> すごいですねうんいや私はねこの反撃能力攻撃能力っていいますけどももっと不国強兵でもいいと思うんですよ やっぱり武力でも強い国日本になっていかないとアメリカに一目を置いてもらうこともできませんし日本と協力してやっていった方が得だよねっていう風な世界世論も巻き起こんないと思うんですよ日本って経済成長止まったらもう完全なる植民地だよねっていう風になっちゃいけないんですよねやっぱ私たちが主張するべきことを主張しようと思ったら背景にはジャイアンでなければいけないんですよつまりはパンチを持って人を制すですよねそして心の友戦略ですよ心と 腕力が伴っていてててていいい初めて人はついてきてくれるんだと思いますやっぱりね弱いいいいについてていこうっていう人はあんんまりいないんですよねちょっと武力も以前と比べてね日本っていうのは相対的に弱くなってますからこれだけ核武装をする国が世の中にひしめいてるわけですからちょっとそれに対する対抗手段を持っとかないといけないよねっていうことですよね。日本に手出したら「やべえよ」っていう風に思わせないといけないでしょ とということで原子力潜水艦の配備を3機いいいい、ね、お願いしたいと思います、えー、その他ねお鈴木財務大臣かお前ふざけろよね国民に負担をお願いするってお前あれだよ自賠責保険返せよ自賠責保険こっちはね4台分払ってんだからね頼むよもう鈴木財務大臣も寝ぼけてんじゃないよほんとに俺の前に出てこいっつうの <laughs> 年金払えないのに戦闘機買うなうん これについてはね、年金をもうちょっと増やしてあげてもいいと思いますけども、うん、年金ってのはあれですからね、あの、保険みたいなもんですからね、ちょっと年金については別の議論が必要かと思います。えー、すいません <laughs>、えー。まずお前から身を切れ。まだ腹を切れよ。こんな状態にしてしまった財務大臣としての質問を腹を切れ。お願いしなければならないって、お前にお願いされても勇気はないよという形でございますね。うん。まったくこんなね、古ぼけたおじいちゃんが、 国を仕切ってるこの現状をなんとかしたいですねまあ、それこそねひろゆきさんが財務大臣だった方がまだまともになるんじゃないかなと思っちゃうんですけどね <laughs> あ、岸田総理顔は政治家向きなんですけどもねうんいやこの人はねうん俺の一票書いぜよ前岸田防衛費総額43兆円まあ防衛費が上がるのはいいんですけどもやっぱね国が守れなければ何も起きませんからうん これについては異論がないんですけどもね、経済成長に蓋をした自民党の罪は重いですよ。うん、それこそ自民党っていう肩書きを持ってる人は全員ね、えー、国籍を剥奪ぐらいがちょうどいいかなと思いますね。まあ、ということで、お後がよろしいようで、えー、消費税はもう配信してください。